さて今月の一体感マイ FC はこのコーナーが始まった時から出たい出たいと言ってくれていたあの選手の登場です。一体感マイ FC。 今回教えてくださるのはこの方々です。どうぞ。おはようございます。誰ですか。イエーイ。よいしょ。かぶってる。はい。嫌がってない。嫌じゃないです。いや、そんなん違うんですよ。いや、というよりかは、うん、いや、本当に誰ですか。あ、どうも、レギュラーのまっちゃんこと松岡選手です。そして新メンバーの北川です。よっ、お願いします。なんかこんな格好させられてるんですけど、まあ、もうすぐハロウィーンということでコスプレね、コスプレしようかななんて言って、うん、完全に出落ちではありますけど、うん、はいはい、このまま教えてくれますか。そうですね、視聴者が、ね、許す限りこのまま、あと太陽の日差しが許す限りやりますけど、多分若干暑くなってきてるんで、うん、だいぶすぐ外します。ちなみに、はいはい、北川選手、うん、何を教えてくれますか。はい、今日はドリブルを教えたいと思います。おお、お願いします。よっしゃい。北川選手、呼び名どうしましょう。そうだね、じゃあ、北ちゃんがいいかな。北ちゃん、北ちゃん、え、違う、え、北ちゃん違う、え、なんで、え、北ちゃんがいいな。ちょっとチームでもあんま呼ばれてないニックネームなんだけど、まあでも今日はね、うん、はい、北ちゃんって呼ばれたいな。北ちゃんで、うん、願望があるから、はい、自分の願望をね、うん、優先させてもらって、はい、北ちゃんということで、はい、はい、一体感。はい、それでは早速教えていただきたいんですが、あ、もう撮ったんですね。はい、そうです、もう撮りました。いや、撮った後、まあ、ハゲ取りやねんから。いやいやいや、まっちゃんは、はい、そんなことは全然ない。いや、いやハゲ取るやないか、あんた。ハゲ取るやないかい。そんなことはいいんですよ。そうですね。さあ、早速、ハゲとかやめよう。うん、やりましょうか。ドリブルは、はい、ドリブルって言っても多分いろいろあると思うんですけど、うん、何を最初に教えてもらえますか。まずドリブルは体から離れないとか、うん、ボールを自由自在に扱えるっていうことが大前提というか、もう大目標なんで、はい、まずはそのウォーミングアップを北川選手がちょっとやってくれます。そうですね、はい、教えてください。じゃあ、うん、最初早速やりましょう。ボールを下に置いて、はい、こうですね。あ、こう、簡単にやってますけど。え、これ簡単、すごい。どう、こうこうして、うん、こうして、はあはあ、こうして、こうして、こうして、こうなんですよ。これ、跳ねて、はい、ポン、はあ、あ、跳ねた時と同時にボールを送り出す感じですか。そうそうそう。で、慣れてきたら、こう、はい、早くね、はい、早くやる感じですね。スムーズだね、はい、やってみますか。やってみよう。はい、やってみよう。行ってみよう、はい、やっちゃってよ。行きます。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ。おー、こんな感じできるじゃん。そんな靴やったっけ。はい、靴変えた。変えてないです。最初からこれです。え、でも思った感じにはいかない。ちょっとブカブカ。そこそこそこなんすか。いや、ちょっと、サンガーショップ構えたらもうワンサイズちっちゃいの勧められる。うん、あ、ジャンボスポーツ白鳥も。じゃ集中してもらっていいですか。あ、はいはいはい。じゃ今度靴は抹茶に見てもらうということで、はい、でもこれ続かない。おお、いいですね。どう、いい、いいですね。さすがっす。これで OK ですか。はい、リズムがいいね。うん、歌うまいでしょ。オンチです。オンチか。リズムがいいからもしかしたら歌うまいんかなと思ったけど、オンチなんだ。オンチです。頑張ってね、そっちも。じゃあ次、もう一つの、はい。じゃあ次は、うん、これ簡単かな。こう、これは。足の裏。足の裏で。あ、それボール転がしてますか。そうっす、こう。右左、右左。あ、これもリズム。そうですね、これも、もうこれは簡単だと思います。はい、多分。なるほど。足の裏で転がす。うん、いきます。え、こう、うん、ちょっと待って。おー、バランスが悪いタイプね。大丈夫ですか。どうした。ボールに乗るのがなんか、あの、これならできるんです。うん、あ、なるほど。 それの横、横に、そうそうそう、なんで。おっとっとっと。え、なるほどなるほど。よしよしよし、転がんないんです。そうだね。だから体を横にしてこう。そうですね。で、またいで横みたいな。自分の体を動かして、ボールと一緒に、うん、ボールと一緒に体を動かして、こっち、こっち、こっち、あ、そう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 、こうやって。あ、いいっすね。だからあの
世の少年に覚えておいてほしいのはやっぱりこう足があって前に置くっていうのも一つ大事だけど、上手い選手とかやっぱ足からボールが離れないって言われる選手はこう、うん、結構真下に置いててもこうボールを扱えるみたいな、そうですね、だから後ろにも行ける前にも行けるみたいな、結構この自分の真下に置けるぐらいの選手になれば、うん、上手いなってなる、疲れてもこれだって、その一つの一環としてさっきみたいにこうじゃなくて真下からこうみたいな、うんうん、で真横に移動するっていうのがこう重心がまっすぐになってて、これでボール扱いできればさらに上手くなれるっていう一つの目安かな、うん、そういう感じでやってみたら、うん、姿勢いいのは負けないです。あ、さすが、姿勢はいい、なんかやってんの、モデルです、わおモデルでした、どうぞ。いや姿勢いいのは負けないんですけど、いや真下に置いて見えないじゃないですか、感覚ですね、そうだね、うん、どういうことですか、関節視野ちょっと下見ながら、うん、最初はね、ちょっと下見て最初、うん、あ、そう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 これできる気がしないです、まあ、それがでもトレーニングね、うん、で練習をすれば、うんうん、あれですね、宿題でもらっとけばよかったですね、ああなるほど、ね、はい、でも宿題してくる、やらないえよな、やっぱり才能あるんですよ、何回も言ってるんですけど、努力しないタイプですか、あ致命的、ズボンと言われた、よく気づいた、致命的やな、それは本当プロサッカー選手になれないよ、だからそうなんです、ね、才能だけでここまで来たんですよ、本当すごいな、すごい才能、駆け上がってきました、やってみよう、よいしょ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 、まあまあでもリズムはいい、リズムは、あでも勢いに乗っちゃえばなんとなく乗ってるよ、すげえ、できなく、どんどん後ろ行ってるけど